ウクライナ軍のの反反転転攻攻勢勢作戦を専門家が徹底分析 1. 反転攻勢直前のロシア軍実態ロシア軍の冬季攻勢では3月31日までにドネツク州とルハンシク州の境界線まで占領するというクレムリンの目標を達成できなかった現在、ロシア軍の攻勢はドネツク州のバフムトに集中しているバフムト以外のドネツク州やルハンシク州での攻勢は低調化あるいは停止している。 特にドネツク州西部からザポリージャ州、ヘルソン州のロシア軍は完全に防衛に転移しているウクライナ参謀部の発表を参考にして侵攻から14ヶ月後のロシア軍の損耗などを算出すると戦車と装甲戦闘車の損耗率は約65%に達する台数では1 6400両から残り5500両になった火砲、迫撃砲を含むと多連装砲も合わせて約90%の損耗率で 3840門から残り450門となっている最も大きな損害を受けているのは火砲などであり弾薬も少なくなってきている戦車・歩兵戦闘車は進行前の3分の1になったとはいえまだ約5500両を保有しているだがウクライナ正面約700キロの前線を守るには足りない仮に戦車・歩兵戦闘車を等間隔で並べたとしたら125メートルに1両の配分になる 実際は地形の状況に合わせてウクライナ軍の可能行動を見積もって配備されている兵員の損失は約19万人だこの中に戦いに慣れた指揮官や古参兵が多く組まれるこれらの部隊はその部隊名は存在しているものの訓練が不十分な新兵の充足を起きただけで兵器は保管の一部や製造できた量だけを補充されている状態だそれぞれの部隊は3分の1の戦力になっていて士気も低下しもはや敗山兵に近いと見てよいだろう 2反転攻勢前のウクライナ軍の実態ロシア軍に比べウクライナ軍の実態はどうなのかこれまで戦闘してきた部隊はかなりの損耗を受けているだろうがロシア軍ほどボロボロにはなっていないようだ新たに増加された部隊はどうなのか米国防長官によればウクライナ軍は230両以上の戦車と1550両以上の装甲車両それらの支援装備および弾薬を受け取ったという。 ウクライナ軍は新たに最新兵器を保有する救護旅団を編成した。それらの兵士は国外で訓練され完全な状態にある。そしてこの救護旅団とこの作戦がウクライナの運命を握っていると言っても過言ではない。ロシア軍の配備などの情報についてはアメリカの偵察衛星や電波などの情報により詳細に解明されているだろう。また現地の部隊ではそれぞれの地域で威力偵察。 密かに偵察するのではなく、戦車射撃などによって敵部隊の反応を見る、を行い、目の前にいるロシア軍の配備に関する情報を直接収集している。また、ウクライナ軍が攻撃を行う場合に、それに最も痛手を与えられるのはロシア軍砲兵だ。このことを知っているウクライナ軍は、その破壊を継続して実施し、前日の通り約90%を破壊している。つまり、ロシア軍砲兵の反撃は少ないだろう。また、もし反撃があれば、ハイマース。 高機動ロケット砲システムなどによりそれらの火砲に集中して攻撃することになるウクライナ軍はさらにこの半年間特に直近数ヶ月ではロシア軍の弾薬庫燃料施設などの兵隊施設をハイマースなどで破壊してきたこの効果は著しく確実にロシア軍を痛めつけているウクライナ軍はクリミア大橋に対しても無心機攻撃を行っているが今のところ撃墜され破壊は成功していない これからの反撃当初にこの橋に対して航空攻撃するか注目されるところである。3ザポリージャ州とドネツク州西部正面の戦闘ザポリージャ州とドネツク州西部の両軍接触戦におけるロシア軍の配備と障害についてアメリカ戦争研究所4月23日公表の数をもとに解説する両軍の接触戦に近いところに機械化部隊が15個 歩兵部隊が4個、戦車部隊が1個、特殊部隊、スペツナーズが2個、空挺部隊が1個配備されている。ほとんどが旅団規模、完全に充足されていれば3000人から4000人である。数量的にはかなりの部隊があるが、実情は前日の戦闘による損耗状況などから、各旅団は新兵は充足されたとしても半数以下であり、兵器の補充はほとんどないと思われる。 陣地や障害は西側、左部分のメリトポリやクリミア半島に向かう正面には参戦にかつ濃密に配置されている参戦を使った防御あるいは抗体行動によりウクライナ軍の戦力を減殺させる考えである陣地と障害の前にはあらゆる火力を集中して攻撃部隊を撃破する火力ポケットも準備されている。 中央部分のマリウポリの西側に向かう正面には1から2銭の陣地と障害物があるが左部分よりは濃密ではない東側、右部分は多数の部隊を配備しているが障害は1銭ほどだこの地域に多くの部隊が配備されているのは予備となる部隊として配置しているのかあるいは損耗が多く戦力が少なくなっている部隊であると見てよいだろう第1戦にはこれまで戦ってきた部隊が配備されている 第2以降には予備役、新兵や公兵が配備されているだけで戦闘では接触戦の部隊が交代をしつつこの障害後方の陣地に入って戦うものと考えられる西側がウクライナ軍の主攻撃となれば東側の部隊やバフムトで戦闘を実施していた部隊を主攻撃方面に転用する可能性があるとはいえ第1部隊が防御に失敗し後方にある第2戦 第三戦の陣地に交代すれば戦いながら戦力は減殺されていき抵抗する戦力は少なくなっていく交代行動は作戦の中で最も難しい作戦だ今のロシア軍が組織的に交代行動を実施できるとは考えられないロシア軍はこれまでに3分の2の戦力が損失しているのですべての防御線はいずれ破られることになるであろう4ヘルソン州での配備と戦闘予想 ヘルソンではウクライナ軍とロシア軍の接触戦はドニエプル川であり、北部側、右岸にウクライナ軍、南部側、左岸にロシア軍が配置されている。この地でのロシア軍の配備は、機械化部隊1個と不明部隊1個部隊の2個のみであり、ザポリージャ州などとの接触戦と比べると、ロシア軍の配備は極めて少ない。ヘルソン正面のロシア軍の配備、ロシア軍の障害物と陣地はドニエプル川に沿って構成されており、 主なものは一線のみでありその他後方連絡線に沿ってクリミア半島への前進を止めるように局地的に設置されているだけであるこのように配備部隊と障害陣地が少ないのはドニエプル川が障害となっているためにこの地はウクライナ軍の主攻撃正面とは見なされていないからであろうヘルソン正面のドニエプル川の特性は川岸水流部湿地の三角巣とその間にクリーク川岸となっている 衛星から見たドニエプル川の景況ドニエプル川湿地がある場合の断面図と歩兵のとかイメージ主な橋が2つあるが破壊されていて使えないだがこの部分には湿地の三角巣がないために布教をかければ戦車などを通すことができるドニエプル川湿地がない場合の断面図と戦車のとかイメージここではおそらく歩兵だけがとかをしてそして川岸に達着する作戦になる。 三角巣の部分は選挙は容易だが、土が柔らかく、5を掘れば水が出てくる、したがって5を構築することはできないので、共闘法にはならない。敵方の川岸にたどり着いて、ロシア軍と戦い、戦車などを溶かするために、地石を確保できれば、クリミア半島方向に進攻できる、この正面では溶かして共闘法を確保し、ロシア軍の第一部隊の防御を破れば、その後、クリミア半島の付け根までは容易に進撃できるだろう。 ウクライナ軍はここの正面を簡単に攻撃することができない。しかしこの地域の防御戦力は少ないので、塗艦をうまく成功させれば、ロシア軍は他の地域、特にザポリージャ州の戦力を転用せざるを得なくなる。5、ヘルソンでのドニエプル川の塗艦の分析ロシアの情報筋によれば、ウクライナ軍が4月20日の時点でヘルソン州のドニプロ川の南部側、左岸に陣地を確立したと主張した。 土下地点はアントニウスキー橋近くとノーバカホフカ周辺であるそして以前は夜間にしかとかできなかったが今では日中にドニプロ川を渡れるようになったと主張したこの地域を担任するロシアの砲兵部隊が顔を渡っているウクライナのグループに対してタイムリーな攻撃を行えなかったようだ これらをその他の情報などをもとに分析すると、ウクライナ軍の歩兵がアントニュスキー橋の西側の三角スに到着しただけであり、今後2カ所のロシア軍側の基地に向けて前進して占領するための攻撃を行うだろう。ロシア軍によるこのポイントへの反撃や砲撃は予備部隊や火砲が足りないために実施することは難しいだろう。時間の経過とともに、ウクライナ軍はこのポイントにいくつかの布教を設置して複数の共闘法を作るだろう。